ショッスの中です。今回はこちらのレンガの町パート2からのフォートナイトやっていきたいと思います。これはこっちですわ。すまんなタイガーマスク。危ね。よかった。ほんと。まあいいか。上行きますか。こっからもう出てった人がいるみたいだけど、どこ行った？あれだー。多分彼女向かってるんで。あ、いた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 。登れないよーっつって。行ったね。どこどこって、そんな感じだった。こんなもん。宝箱の音が。これか。まだあさり途中ってことか、これは。まだあそこ、あ、いた。あれだ。ライフル。ライフル。ライフル。あれか、道理でなんかおかしいなと思ったんだよ。おし、あぶね。とりあえずこんなもんか。結構時間かかったな、この人に。これ範囲がやばかったらもう終わりな。終わりだな。あ、でもそうでもなかったな。青い家の方に行きます、僕。難しいな、あれは。そう、スナイパーがないからさ。はい。めっちゃカクカクンってなっちゃった。どうしようか、あれ。あ、上登ってくれ。登れんのか、やっぱ。これ多分ね、落としてもね。くっそ、当たらんな、あれ。あそこか。あれなんだろうね、ミニガンだろうけど。あ、またやってんじゃん、あれ。いや違うな、あれは上に作ってるんだ。建築バトル好きね、みんな。僕苦手なんでね、あんまり好きじゃないですけど。結構ここいますよ。
逃げ方すごい。おっしゃ。この人さ、二人でやりってなかったっけ？気のせいか、自分も。気のせいじゃなさそう。どうしようかな。おっしゃ、危な。あらかた揃ったぞ、これで。建築バトルは嫌いじゃないけど、嘘、苦手。そう、嫌いじゃないけど苦手、そこ大事ですね。建築バトルというか、建築してくる敵とのバトルだよね、言ったら。まあ結局ね、自分が下で持ってたら降りてくれるんですよ、彼ら優しいから。しょうがない、俺が降りるしかねえな。よいしょ、ボコーンって感じですから。基本そういう風にやったら、建築バトルって勝てるとは言わないけど、対処はできますよ。同じイーブンの状況に。めっちゃいるやん、あそこ。待った待った待った。よし、あんたミニガン拾っとったんか。とりあえずこんなもんで、とりあえず回復とリロード、これ大事。オッケー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 、これでいいぞ。あの山なんだろうな。あ、いない。オッケー、どこにいるか分かった。5人のうちの1人。真下だな、なんか知らんけど。あら、まだバレてないんだ。これは好都合だけど。これこそここ取らなきゃって感じじゃない？なんで床が作れない？あ、床こっちか。床が作れないとか言って。オッケー、残りラストワン。ここじゃなかったらだいぶ痛いな。堂々とケアパケ取ってるぞ、あの人すごいな。
これはね、先に。だいぶ激動だね、あれは。おっしゃー、というわけで今回はこんな感じでフォートナイトやってまいりました。なんやかんやね、まあクラフトをめちゃくちゃしてくる敵に、ああもうやだってなったら、その敵の真下に行けばね、絶対安全なんで、クラフトバトルをするとき、もう無理だって思ったら、敵の真下に潜り込むと、敵がね、真下に対してはなかなか撃つことができないので、まあ中にはね、クラフトのなんだろう、床をちょっとだけ開けて撃ってくる人もいるので、そこは注意してほしいんですけど、僕が戦った中ではまだそこまでクラフトのなんだろうな、とっさに階段とかこう床とかをこうパッと抜いてというか、そのクラフトというか加工して下の人に対して撃ってくるって、そういう風な人はなかなかいないんで、皆さんぜひともクラフトバトル負けてしまったら真下に潜ること忘れなきをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回もかかってこーい。包帯星見之助やな。そうなんなんそれ。多分いける、多分ゲケロオッケー、ナイス、よっしゃー。オッケー、来たー、よっしゃー